3月これが300個ぐらい箱があるんでこれを捨てるわけいかないということで なおかつあの箱のスペースがこの下許されない中で箱を落としてみます。でまずじゃあペダルを踏んで作業します。いきますね。踏んだ時に今こちらが持ち上がってて、これをペダルを離すと持ち上げたものが円運動をして箱を前に出してくるというものです。